はい、こんにちは、ともチャンネルです。私は今ね、千葉の、郵便局前のコンビニでちょっと準備をしておりまして、そしてこれからね、海沿いを走ってこようかなと思っております。そのね、海沿いの道の動画がね、撮れれば一番、まあ、見てても見てる人はどうかな、走ってる私はね気持ちがいいんですけど、まあ、そういった動画を撮っていきたいと思います。ここからはですね、まあ、大体10分かかんないぐらいのところでもう海の方がもうすぐ見えると思いますので、その間はねちょっと私の適当なトークの方を聞いていただければなと思います。はい、そしてね、右の方に見えるセブンイレブン、これがね、まあ、風強いね、まあ、大丈夫かな、6本レベル、右の方がですね、千葉港へ行くとこですね。はい、千葉港駅はですね、京葉線、まあ線路のね、電車の京葉線の線路になります。で、そのままね、地下鉄に乗り入れになるのかな、ちょっと電車のことは詳しくないんですけども、だね、人はね結構乗っております。でね、ここからまっすぐ行って途中、左の方に入って、工場地帯を抜けて、そして海の方へ抜けるというルートで行きたいと思いますのでね、見た目的にも、とてもシュールな絵になるんじゃないかなと思います。はい、そして今回もね、録画している機材の方ですけども、ペンタックスの K50、 あのタクシー危ないね、あれね、ペンタックスの K50 と録音している機材が、タスカムの、DR-05 ですね。おっと、いけない、あまりメーターを気にしないでいると水道を出しすぎてしまうので、気をつけていきましょう。はい、そしてね、そのタスカムにつけているのは、ピンマイクですね。ピンマイクをつけてないと、やはりタスカムでも声がね拾えないんじゃないかなと。一応胸ポケットにタスカム入れてるんですけども、まあこれ後で一回検証してみないとダメですね。あのタスカムのね05を胸に入れてそのまま録音して、音が拾えてればねピンマイクなんてつけなくていいんですけど、その辺ちょっとまた検証する必要があるんでね。はい、ここを左回っていきます。はい、で工場地帯をね抜けてきますね。はい、で山崎パンの工場があります。ここ左が山崎パンの工場ですね。毎日ね山崎のパン、これ工場のね車が通ってるんですけど、私の子供が見るとね、パンのトラックだということで、大喜びしております。はい、そのままねこの道沿い道なりをねずっと行きます。この道はね2車線なんですけど、特に車が多いっていうわけじゃないんで、とっても走りやすいところですね。で、右に曲がる左に曲がるってところもねあんまりないので、ここは気にせずに、あまり周りを気にせずにね走ることができます。ただね、まっすぐの道なんで車はよく飛ばすんで、その辺気をつけないといけませんね。はい、でもしかしたらここら辺もね夜景、工場夜景がそれなりに撮れるんじゃないかと。だから100ミリ以上の、ね、望遠レンズを持っていけば、もしかしたらいい絵が撮れるところかもしれません。夜景とかね風景とかっていうとね、広角で撮るものだと思っている人がいるかもしれませんが、実はですね、あまり広角すぎると、その写したいものが、広角っていうのはね小さく写ってしまいます。で、切り取れる部分でねクロップしてもいいんですけども、やはりそうすると、画素数のね下がったものになってしまいますので、もうできるであれば、写したい被写体もねそれに合わせた、こうレンズを持っていくのがいいんじゃないですかね。まあ望遠レンズじゃなくてズームレンズでもね一応対応できるとは思いますんで、まあ、便利ズームがあれば
それで写してもいいんじゃないでしょうか。ただ夜景となると今度ね、絞りを絞りながらこう出てくる光棒をねうまく捉えるという撮り方もありますので、そういった撮り方をするんであれば焦点の方がいいのかななんて思いますけどね。はい、左もやっぱり工場、右も工場でね、この辺は工場地帯です。で、J2 というホームセンターがありますね。私ここ何度かここを来ております。いろいろと、まあ、その都度小さなものから、まあ、中くらいのものまでね、大きいものは買ってませんけど、ここでお世話になっておりますね。 J2 っていうのは意外にね他のホームセンターより安かったりするんですけども、やはり安いなりのものが結構あったりしますけど、その辺をね理解した上で、買いに来た方がいいのかなと思います。私がねよく好きで行ってるのはロイヤルホームセンターが、そこはね、そこそこ安いし、思い切り安くはないですけど、そこそこ安いし、そこそこのオリジナルね、ロイヤルホームセンターオリジナルのものも揃えてますんで、まあよく行ってます。まあホームセンターなんて、でもね近くにあって、まあどっか適当なところがあればそれでいいですけどね、ただ近いところにあるというだけでよく行っておるだけです。はい、右にディーラーですね。そろそろディーラーの お店が見えていると思います。あ、でもこの先じゃない、反対側だって、もう一本向こうだね。ディーラーのお店があるのはもっと向こうだ。はい、この辺もね、トラックが通りますので、意外に気をつけないと、後ろからねパカパカと煽られることもありますけども、まあ、でもね煽る方が悪いよね。原付がだって30キロなんだから、それを煽ってもどうしようもないでしょっていうところでね、私はのんびり走っておりますけど、これでね相手に合わせて走るようだったらバカですよね。原付が30キロっていうのは決まってますから、相手に合わせて走るんじゃなくて、もう法定速度というのが決まっているんで、相手に合わせて走る必要はないと、思っております。今の言葉を聞いてね、周りのスピードに合わせなきゃダメだよっていう人はね、原付という乗り物を知らなすぎる人が言う言葉ですよね。やはりね、どんな時でも原則法定速度というのを守らないといけません。もちろん原則といったのには理由があります。法定速度をね守りすぎてて、スピードを、ね、こう制限しすぎてて危ないというのはもう原付にありますけども、これは車にね、もうよります。車の場合はね、あの流れに乗ってないと確かに、ね、危ないんですよ。だからね、原則法定速度を守るということをねしないといけないんですけども、あ、しまった、原付で行ったらこっちじゃなくて後ろだな。この道はねちょっと車が多すぎて、まあいいや、行っちゃえ、あんまり走りたくないんですよね。この道の反対側はもう住宅街になっております。住宅街抜けていこうかなとも思ったんですけど、やはりね海の道を走るというコンセプトを今回持って動画を回しておりますので、できるだけ最短距離で海の方まで行って、それからね走っていこうと思っておりますので、少々ちょっと危ない道ですけれども、まあ、気をつけて走っていきたいと思います。はい、ここで信号がね変わりましたね。車の何だっけ、車のというか軽自動車の陸運局のあるところなんですよ。だからここら辺に来るとね、あの軽自動車新しいやつとかね、免許ナンバー変えたね、車なんかが入るところありますので、この辺はもう本当に工業地帯、土地が広いんで、こういった車関係のパーツ屋さんとかね、
工場とかがたくさんあります。だからこの辺でね、欲しいパーツがあったりすればちょっとね、工場の中見て話をしてね、こういうパーツがありますかって言うとね、あった場合譲ってくれるっていうかね、安く、譲ってくれる場合がありますけども、でも基本的にはただの工場なんでね、その辺は、自分のねコミュニケーション力を利用していくのがいいんじゃないでしょうかね。はい、このまますぐ行って向こうの2つ目の看板見えないかな、まだね、そのところからもう海になっております。はい、本当は右の車線に行っておきたいんだけど、原付はねこっち入っちゃうとまずいのかな、私よく、分かりませんので、一旦ちょっと中に入って反対側から左に曲がる方向でね、道の方を修正していきたいと思います。はい、完全にねこの辺は工場です。工場だらけです。だからね、駐車禁止とかっていうのはないんですよ、ほとんど。だから従業員はもう平気でね、当たり前のように止めまくっておりますけども、まあこの辺はね、敷地ももしかしたら持ち主がいるのかもしれませんね。俗に言う私道というものでしょうかね、それが会社を経営している人が持っているかもしれませんということですね。はい、あそこのトラック、トレーラーのところから右行くとね、多分行けると思うんだよな。ここがね、軽自動車検査協会、ここのところで、車の軽自動車の、ナンバーをもらえます。あ、そうだね、いや、こういったところね、のんびり走るっていうのはね、車が絶対できないですよ。だって車だと目的地まで車で通っていいところしかないわけですから、道を普通に走っていいだけですからね。だから原付は別に走ってもいいんだろうけど、右折とかする場合、2車線の時はねちょっと考えちゃうんですよね、こっち行くと嫌だなですよね。だからこうやって遠回りだけど、こうやって左で曲がれるところまでね、ずっと行けば、ホースも守れるし、そういった、ね、ところもねあるわけなんですよ。この辺は本当にね、工場地帯なんで突っ込んでくる車もいるんでね、交差点になったら、まあ、気にせずじゃない、気にしてお周り見た方がね。あ、でも今日は休日だから工場もそんなに動いてないかな、ということを祈りましょうね。はい、この防波堤の向こうがもう完全に海ですか。風が変わった。風が変わったっていうのはね、風の冷たさが少し変わったという感じ。冷たさっていうより暖かさだね。今日は暑いからね、風の暖かさがちょっと涼しくなったっていう感じですね。このまま行って左に行けばさっきの道に入れます。あ、磯のね、いい香りがしてきました。はい、なぜかこんなところで渋滞していますね。 ありえないことなんですけど、こんなところで渋滞ってのは何かやってるんでしょうか。暑いので、もしかしたらみんな海に行ってそれでこんなに混んでるのかもしれませんけども、これはちょっと異常なほど混んでますね。私の経験上、記憶からもこんなに混んでいたことというのはめったにありません。
それほどここ今日混んでますね。ちょっと行ってみればどうして混んでるのかっていうのがあると思うんですけど、多分海でしょうね。海に行く人、駐車場が多分混んでるのかななんて思うんですけど、本当にね、こう、うわー、なんでこんなとこにバスドライバーが落ちてんの？恐ろしい。それを踏んづけてパンクする可能性があるからね、気をつけないといけない ね。車の場合は特にそうですよね。いやいや、この渋滞はありえないんだけど。